こんにちは、金ちゃん BBH と申します。今回はですね、フライトホールディングスを分析してみたといった内容で情報発信をしていきたいと思います。最近ですね、暑くなってきたわけなんですけれども、まあ、一昨日だったと思うんですけども、まあ、母親がですね、子供を車内に放置してしまって、まあ、子供がですね、亡くなってしまうというね、大変痛ましい事故がありました。まあ、記事の、ね、内容を読んでいきますと、まあ、5時までですね、仕事をしてたということと、まあ、飲食店従業員ということなので、おそらくね、夜の仕事をされてた方なのかなというふうにね、思います。で、まあ、託児所にね、子供を2人ですね、預けておりまして、で帰るときにですね、まあ、多分まともな、ね、お母さんだったと思うんですが、まあ、代行運転を使ってですね、家に帰ったんですよね。でその時にですね、まあ、5時まで、まあ、お酒が入ってたということで、まあ、疲れてたいたのと、まあ、ちょっとね、お酒ちょっと電水してたのかもしれないんですが、そこでですね、帰る時にですね、まあ、長男はだけはね、回収して、まあ、長女というんですかね、まあ、まあ、娘さんをね、ちょっとチャイルドシートに乗っけてた娘さんをね、忘れてしまって、朝ね、9時に、まあ、5時に多分寝たんでしょうかね。で9時に起きて慌ててね、見たんですけども、もう間に合わなかったというね、痛ましい事故がありました。まあ、これからですね、暑くなっていくと思いますので、まあ、ね、水の事故とかですね、車内に放置するような、ね、まあ、事故、まあ、私は起こさないと思うんですけど、まあ、そういったものがね、そういったことをしている人が見かけたらですね、注意していきたいなというふうにね、感じた次第であります。まあ、すみません、相場とは、ね、関係ない話になってしまいました。ということでですね、分析時期につきましては2019年8月4日、時間軸につきましてはスイングとなります。本動画を使用される上での注意事項になります。ご確認ください。ヤフコメ見てね、驚いたんですけども、代行運転を知らない人が結構いるんですよね。ちょっとそれ見てね、驚いたんですが、やっぱ私自衛官だったんですけども、まあ、職業柄ですね、その事柄に対する背景を必ずね、見るようにするんですよね。池袋の事故もそうなんですが、まあ、そういった、ね、背景とかを必ず見るようにしてるのでですね、ちょっと気になってですね、相場とは関係ない話をしてしまいました。ということでですね、フライトホールディングスを分析する上での前提について入っていきたいと思います。まずはね、いつものように掲示板の投稿ランキングの方から確認をしていきたいと思います。フライトホールディングスにつきましてはですね、掲示板投稿ランキングですね、ランク外ということで、あんまりね、注目もされてなくですね、人気もないのかなというね、状況であります。あとね、その状況がティック回数にも表れておりまして、まあ、ティック回数559回とですね、ちょっとね、換算としているのかなというね、状況であります。あとですね、日照金と信用残なんですが、まあ、まあ、あんまり日照金はそんなに入ってないですね。で信用残も、まあ、過去の、ね、水準と比べる限りはですね、まあ、改ざんはそれほど、ね、多くなってないのかな、逆に整理されている状況なのかなという、ね、状況であります。分析の前提については以上になります。はい、それではですね、早速チャートの方を分析していきたいと思います。現在ご覧のチャートは2019年8月2日現在のフライトホールディングスの月足チャートになります。まずはね、ストキャスティックスの方から確認をしていきたいと思います。ストキャスティックスにつきましてはですね、買い下げが出て 25% を超えてきているということで、まだね、結構ね、上昇の余地があるのかなというね、イメージを持っております。あとですね、RSI につきましても今現在ね、売られすぎ水準の 20% からですね、まあ、反発をしてきている状況なので、まだね、50% まで若干ね、余力があるので、これもね、まだ伸びる、ね、余地があるのかなというね、イメージを持っております。テクニカル指標のですね、分析につきましては以上になります。引き続きですね、まあ、チャートの方に入っていきたいと思います。まずはね、左上の判例にありますように、サポートとレジスタンスのについてですね、分析した内容をですね、チャート上に描画していきたいと思います。まずはね、サポートの方からね、描画していきます。まずね、サポートにつきましてはですね、700円が意識されるね、サポートなのかなとね、認識をしております。700円につきましてはですね、過去ね、3回機能しておりますので、今回もね、機能する確率が高いのかなというね、イメージを持っております。続いてですね、1000円付近がまあ、ね、切り板として、ね、意識されるね、サポートになれるのかなというね、イメージを持っております。まあ、過去ね、まあ、2回機能しているので、今回もね、機能する可能性やや、ね、高いのかなというね、イメージを持っております。続いてですね、レジスタンスなんですけども、
まあ、1400円付近がですね、レジスタンスになるポイントになるのかなとね、イメージを持っております。ここもね過去2回機能しているので、まあね意識される可能性が高いのかなというね、認識であります。あとね最後なんですが、1670円付近がですね、レジスタンスとして意識されるね、ポイントになるのかなというふうに思っております。あとですね、まあ、チャートの形を見る限りは、まあ、トライアングルにもねちょっとね見えるのかなというね、認識を持っております。ただですね、トライアングルより、まあ、自分的にはですね、700円から1670円の、まあ、レンジになっているのかなというね、イメージを持っております。月足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年8月2日現在のフライトホールディングスの週足チャートになります。早速ね RSI の方から確認をしていきたいと思います。RSI につきましてはですね、70% あたりからですね調整が入りまして、ちょうど 50% 付近がですね、サポートと指摘されてですね、今現在ね上昇に向かっているというね、まあイメージであります。ただですね、フライトホールディングスの特徴を見ていきますと、 RSI につきましてはですね、90% を超えるぐらいまでね伸びていく特徴がありますので、今回もですね、もしかしたら 90% ぐらいまでね動く可能性があるのかなというねイメージを持っております。あとですね、信用残なんですけども、赤色のラインが信用改ざん、黄色いラインがですね、信用売り残になるんですが、赤いラインのですね、信用改ざんに注目をしていきますと、このね今改ざんの水準につきましてはですね、過去の水準と比較してまあね、低い水準になるのかなというね、認識であります。なので、信用改ざんのね、まあ重しについてはですね、まあ、比較的軽い状況なのかなということで、まあ、上値はね上値についてはまあ軽いイメージを持っております。サブチャートの分析については以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずね、月足で分析をいたしましたサポートとレジスタンスについてですね、週足のチャート上に描画していきたいと思います。でですね、続いてこの週足のチャートをね、引きで見ていくんですけれども、今現在ですね、このチャートにつきましてはね、このポイントでですね、ダブルボトムのようなね、形横が完成しているのかなというね、イメージを持っております。今ねこのちょうどね高値のポイントですね、高値のポイントをですね、まあ、微妙ですけども上値で抜いているんですよね。なので、まあ、ダブルボトムのですね、目標株価の方で、ね、出していくんですが、ダブルボトムにつきましてはですね、このね黄色いね、幅の値幅分ですね、この高値から高値にプラスされるね、目標株価の出し方があります。でそれ出していきますと、ちょうどですね、1400円付近までダブルボトムが完成した場合についてはですね、伸びていく可能性があるのかなというね、認識であります。ただですね、このダブルボトムの完成につきましてはですね、まずブレイクした値幅がちょっと微妙ということとですね、あとですね若干出来高もブレイクにしては少ない微妙なのかなというね、イメージを持っております。なのでもしかしたらね、このダブルボトムの完成のこのブレイクですねが、まあ、微妙な感じに終わって、騙しに終わる可能性もあるのかなというねイメージを持っております。なので騙しに終わった場合についてはね、この水色の矢印ですねの付近の、まあ、トレンドラインまでちょうどね落ちてくるのかなというね、イメージを持っております。もしくはねトレンドラインで止まらなければまあね、700円付近まで、落ちていく可能性ねあるのかなというふうにね、認識をしております。日足の分析については以上になります。はい、時間軸変わりまして、現在ご覧のチャートは2019年8月2日現在のフライトホールディングスの日足チャートになります。まずね、RSI の方から確認をしていきたいと思います。RSI につきましてはですね、現在 50% がサポートとして機能してですね、今現在上向きの状態になっております。ただですね、この赤枠の部分の RSI を、ね、捉えていきますと、現在ね、この RSI につきましの状態につきましてはですね、株価の状況と乖離する、まあ、ダイバージェンスの、ね状態になっているのかなという、ね認識を持っております。まあ、今ね、見ても分かりますように RSI の、ね上値が、まあ、切り下げていって、株価は、ね上値をどんどん切り上げていっている状況なのでですね、株価と RSI がですね乖離しているんですよね。これはですね、まあ、この状況でいきますと、まあ、強い売りサインになるということなので、もしかしたらね、このダブルボトム完成のブレイクについては騙しになる可能性がね出てきているのかなというね認識を持っております。
RSI のですね、分析につきましては以上になります。引き続きですね、チャートの方に入っていきたいと思います。まずね、月足で分析をいたしましたサポートとレジスタンスについてですね、日足のチャート上に描画していきたいと思います。でですね、この日足ではですね、月足でと週足でですね、目標株価とかですね、ダブルボトムが騙しになる可能性というのを、ね、指摘しましたので、今回についてはですね、RSI、日足のですね、RSI につきましても、ちょっとね、騙しになる可能性が出てきてますので、騙しになる、ね、可能性、騙しになったと捉える可能性が高いポイントについてですね、予想をしていきたいと思います。例えばね、買い方が諦めてですね、売り方が仕掛けるポイントを、皆さんはね、どういうふうにイメージをしているでしょうか。今から、ね、話す内容についてはですね、絶対ではないんですよね。絶対ではなくて、皆さんがよく考えやすい、セオリーの話をしますので、セオリーの話だと思って聞いていただければなというふうに思います。ぶっちゃけね、セオリーの話どこだと思いますか。例えばね、この、今上昇になっているので、トレンド内が消えると思うんですが、仕掛けるとしたらね、いろんなパターンが考えられると思います。皆さんだったらね、どこで仕掛けるでしょうか。あるいはね、買い方であればどこでね、諦めるでしょうか。私は今ね、売り方の立場でね、考えていきますと、私だったらね、私が仕掛けるポイント、あるいはね、セオリー通りになるんですが、おそらくね、このポイントになるのかなというふうに思っております。今ね、ブレイクした時の起点ですね、陽線の今一番安いですね、ここが起点になるので、ここがね、一番ね、買い方が諦める可能性が高いのかなというね、イメージを持っております。ここであればですね、ブレイクに入った買い方が全員含み損になるので、下げ足がね、早くなる可能性があるのと、これを見た、ね、売り方が入ってくる可能性があるので、余計ね、売りのね、下落速度が速くなるのかなという、ね、イメージを持っております。絶対ではないですけどね、もしかしたらね、このフライトホールディングスにつきましては、時価総額はね、100億円前後なんで、罠かもしれないんですけど、そこはね、しっかりね、損切りのポイントも諦めるポイントも決めて入っていくのがね、いいのかなというふうに思います。トータル、イメージしていきますと、需給的にはですね、上がる可能性は高いんですが、RSI とかですね、出来高の状況を見ると、騙しの可能性が出てきているなという、ね、状況であります。それではですね、このことを踏まえまして、今からですね、値動きの方ですね、出してイメージしていきたいと思います。おそらくですね、このフライトホールディングスにつきましては、これからですね、揉み合いになっていくのかなという、ね、イメージを持っております。でこの揉み合いで、上抜けをすればですね、おそらく1200円付近までいくのかなと。あるいはね、逆に下抜けした場合については、先ほどね、諦めると言ったんですね、このフポイントですね、ブレイクの起点までね、落としていくのかなというようなイメージを持っております。そこからですね、1200円付近でおそらくね、揉み合いというか、一旦ね、このリテストが入って、でそこから、ね、トレンドラインまで行くのかなというイメージを持っております。で、下に行く場合については、おそらく、ね、この、トライアングルの、サポート付近、トレンドラインのサポート付近まで、ね、動くのかなという、ね、イメージですあります、ね、あと、ね、この、リテストの部分で、耐えきれなかった場合についてはこういうふうに、ね、動くのかなという、ね、イメージを持っております。あとですね、ここに動いた後については、おそらくですけども、上に行く場合についてはですね、そのままこの揉み合いが発生してですね、そのまま1400円ですね、ブレイクした場合については1400円、この揉み合いでブレイクした場合については700円ぐらいまで落ちていくのかなというね、イメージを持っております。フライトホールディングスのですね、分析につきましては以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。フライトホールディングスについてですね、分析をしてまいりましたが、いくつかね、皆さんのためになれば幸いです。またですね、今回動画内では登場しなかったんですが、相場の原理原則、私と、ね、同じ、ね、株価予測の制度を持ちます、相場の原理原則につきましてはですね、概要説明欄の方にリンクが貼ってありますので、興味のある方はですね、そちらの方に行っていただければというふうに思います。またですね、この動画を見ていただいて、面白かった、もしくはね、ためになったという方はですね、チャンネル登録もしくはね、高評価をしていただけると、モチベーションが上がって大変ありがたいと思います。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。